魔王ルシファー、魔界の門ヘルズゲートより現れて世界を恐怖に陥れた。しかし4人の魔導士がルシファーを封印する指輪ルシファーリングを作り出す。4つのルシファーリングの力によりルシファーは魔界へ追い返され、ヘルズゲートは封印された。それから数百年、ルシファー復活を企む魔導士バイオ、4つのルシファーリングを奪い去り、彼と3人の手下たちに渡した。封印の力は徐々に弱まり、このままではルシファーは復活してしまう。ルシファーリングを取り戻し、ヘルズゲートを封印しなければ、世界は再び暗黒に包まれてしまうだろう。